ナビキシモルスは、イギリスの会社 GW ファーマシューティカルズによって、開発された、多発性硬化症患者の神経元性頭痛、軽縮、過活動暴行、他の症状の緩和に用いられる、特許された、カンナビノイド高校用スプレーである。2005年に承認されたナビキシモルスは、初のタイマ由来の製品であり、以前からあるドロナビノールや、ナビロンは合成、THC である。 またナビキシモルスは、癌による疼痛を緩和する可能性のある治療としてフェーズ3試験が実施されている。また、抹消及び中枢の神経元性疼痛の様々なモデルで研究されている。ナビキシモルスは、単に合成製造するのではなく、大麻植物から抽出しているため、現在利用できる他のすべての制約的に生産されたカンナビの井戸とは異なる。 薬は、蘇生、処方、容量の規格化された製薬製品だが、それでも事実上大麻植物の賃貴である。主な活性カンナビノイド成分はカンナビノイドである。テトラヒドロカンナビノールとカンナビジオール。製品は、高校内にスプレーすることで服用される、高校用スプレーのように明確に述べられる。位スプレーにつき、 2 7ラムの THC と2 5ラムの CBD の一定容量が投与される。2003年5月、GW ファーマシューティカルズとバイエルは商標名サティベックスで販売される GW の大麻に基づいた薬草抽出物製品の独占販売契約を結んだ。バイエルはイギリスでのサティベックスの販売独占権を得ている。 さらにバイエルは欧州連合の他の国と世界中の選択された他の国における販売権を交渉する期間限定の選択権を持っている。2011年4月 GW はノバルティスにアジア、アフリカと中東でナビキシモルスを商品化する権利をライセンスした。2005年にカナダで初めて承認された。2016年末には30カ国で使われている。 2010年6月、イギリスの医薬品、医療製品規制庁は多発性硬化症による軽粛の治療用の処方箋薬としてナビキシモルスを認可した。この規制局認可は医薬品のための世界初の全面的な規制承認を示している。スプレーはイギリスでバイエルシェーリングファーマによって販売されている。多くの MS 患者は 地元の NHS 一時医療トラストがその財政支援に抵抗するのが原因でナビキシモルスを受け取れない。ナビキシモルスはまた2010年後半にスペインで MS の継縮に対し認可され、2011年3月には発売された。チェコ共和国では2011年4月に、ドイツでは2011年5月に、デンマークでは2011年6月に認可された。 イタリア、スウェーデン、オーストリアで認可のために提言され、2011年中にこれらの国で正式な認可が待たれている。スペインと他の欧州市場ではナビキシモルスはアルミラールにより販売される。カナダではナビキシモルスはカナダ保健省によって MS の軽粛の治療用に認可されている。それはまた、 二つの追加の用途について条件付き承認を受けている多発性硬化症における神経元性疼痛の症状緩和のための補助治療として、それからがんによる疼痛に対して、ナビキシモルスは多くの国で無許可医薬品として利用でき、医師は個々の患者が恩恵を得るとみなすなら製品を処方できる。年月 GW と大塚製薬は大塚が アメリカでこの医薬品を開発販売するための独占契約を結んだと発表した。がん患者に対する初の大規模米国フェーズ IIB 試験のスプレートライアルは2010年3月に良好な結果を伝えた。2015年、がん性突通でのナビキシモルスのフェーズ3を開始していた GW は後期臨床試験で期待していた効果を示さなかったと発表した。 MS 患者の治療を調査する二つの予備的なフェーズ3研究で一方は0から10点の評価基準で1.2点の形成の減少を示しもう一方は1.0対0.8点の減少を示した一つ目の研究だけ統計的優位に達したフェーズ3承認試験は薬剤に対する個々の反応を決定したならしフェーズから構成される 第2の規約対象された研究のフェーズで反応者は優位な効果を示した。2009年の6つの研究のメタ分析は、形式の減少傾向と有効性の広い変動を見出した。2016年のレビューでは、無作為化され制御された臨床研究にて、その有効性は確認されており、良好な安全性の特徴を備えているため、 多発性硬化症の患者の多くは、従来の薬物治療の限られた有効性に不満があり、中等症から重症の患者にとってナビキシモルスは治療の選択肢となり得ると結論されている。初期の臨床試験ではナビキシモルスは外して良好な容認性であった。フェーズ3試験での最も頻度の高い副作用は、めまい、眠気、質検討式であった。 患者の12%が副作用により薬の服用を中止した。依存の可能性に関する調査はないが、そのような可能性は2つの化学成分の薬理学的特性を考慮すればなさそうである。GW ファーマシューティカルズはイギリスでサティベックスの製造のために大麻を栽培する唯一のライセンスが与えられている。構成成分は同じであるのにかかわらず、イギリスでは 植物の大麻は最も厳しいスケジュール愛に該当する規制がなされており、サティベックスはスケジュール4である。また研究に際してどのようなライセンスを与えればよいのかという問題のため、研究が進展しづらい。大麻が医学的に用いられてきた歴史にもかかわらず、害を防止するという名目で国連がスケジュール愛相当だと指定しているためである。2020年、 この条約上の規制は変更された。ありがとうございます。